小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が漁船に増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。六曜は大安、大いに安し万事安らかにことが運ぶ。今日の絵とは日の絵犬。日の絵が陽の日、犬が陽の土。やさかいに陰陽五行の流れは物が燃えて土となるということで、創生、物事が順調に進む行けや。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。